もしも龍造寺高信が長生きして鍋島直重と一緒に天下を取っていたら、肥前の熊龍造寺高信と万能すぎる右腕鍋島直重、龍造寺高信は九州で大友氏や島津氏と覇権を争った戦国武将で、鍋島直重は高信亡き後に龍造寺家を盛り立てた第一の家臣にして佐賀藩の藩祖です。史実では龍造寺高信は島津氏との戦いで討ち取られ、後に藩主の座すら剥奪されてしまいます。一方鍋島直重は戦にも強く軍師としても有能で、時代の波を乗り切る目を持っていました。そして最終的に肥前の国の統治を命じられたのは直重でした。こうしたことから主君である龍造寺高信よりも家臣だった鍋島直重の方が高く評価されることがあります。実際龍造寺高信の躍進劇は鍋島直重の存在による部分が大きいのです。ではその龍造寺高信がもしも討ち死にをせず長生きをして鍋島直重と協力して天下を取っていたら、どのような歴史をたどったのかを考察してみたいと思います。ゼロ、史実における龍造寺高信と鍋島直重の生涯。龍造寺高信は享禄2年1529年肥前の国佐賀県で生まれました。本家筋の生まれではなく7歳で出家しました。しかし当時龍造寺家が仕えていた小児系の謀反を疑われ、祖父と父が誅殺されてしまいます。高信は曽祖父の遺言により還俗、出家した人が俗世に戻ることをし、龍造寺家の家督を継ぎました。その後家中の危機を乗り越え、一時は九州の北半分を支配しましたが、沖田縄手の戦いで島津軍に討ち取られて戦死しました。享年55歳でした。鍋島直重は天文7年1538年に同じく肥前の国で生まれました。高信とはいとこであり、後に義兄弟になります。沖田縄手の戦いの前に遠方の筑後の国の国政を任されましたが、それが仇となり高信の死に間に合いませんでした。自害を他の家臣に止められ、高信の後継ぎ正家の補佐として龍造寺家再建を図ります。時代の先を読む力に長けていた直重は織田に取り入り、秀吉に気に入られ、関ヶ原の戦いではどちらに転んでもいいように準備をしました。江戸時代に入り肥前の国佐賀藩の藩主に鍋島家が任命されますが、直重は家臣としての立場を貫いたため、初代藩主には息子の勝重が就任しました。元和4年1618年病で亡くなります。享年80歳でした。1、高信を蝕んだ相反する感情。ではここから龍造寺高信が戦死せずに鍋島直重と協力して天下を取った歴史を考えていきます。永禄12年1569年九州の有力大名大友宗麟が侵攻してきて、全面的な対決の構図となりました。翌年宗麟の弟大友親貞が6万もの兵を率いて高信のいる佐賀城を包囲しました。この時高信は42歳で直重は33歳、これほどの大軍を相手にするのは初めてだったため、直重は自ら百姓に変装してまで情報収集を行います。そこで得た情報をもとに奇襲作戦を進言し、高信は反対派を押し切って決行、大将の大友親貞を討ち取ることができました。そして大友氏に対し有利な条件で和睦を結ぶことにも成功します。この今山の戦いで直重は龍造寺家での存在感を大きく、
確かなものへすることになります。その後もかつての主君であった小児家の残存勢力を一掃したり、有馬氏を倒して肥前の国を平定したりと、雄三寺家は躍進していきます。しかしこの頃から高信は酒や女遊びに異常なほど興じるようになります。直重をはじめ家臣たちがいさめますが、高信は聞く耳を持たないどころか彼らを疎むようになりました。高信が遊興にはまってしまった理由は野望と猜疑心でした。一代にして龍造自身の最盛期を築き、このまま九州そして天下を統一したいという野望。その一方で戦国の世の常である下克上への猜疑心、家臣なしにはなすことのできない野望と、その家臣に向いてしまった疑いの心に挟まれた高信は、逃げるように酒や女性に手を伸ばしてしまったのです。直重はそれを察し、家臣団への恐怖にも似た感情とその誤解を解こうとします。しかし有能な人物だからこそ高信は恐れました。直重の願いは虚しくも届かず、筑後の国柳川城への入城を命じられてしまいます。2. どんな状況でも諦めない。遠くへ飛ばされてしまった直重ですが、その後もずっと高信のことを案じていました。近いうちに九州三強の一つ島津氏との戦いが起こることを予見していた直重は大胆な行動に出ます。柳川城を長男の勝重と信頼する部下に託し、なんと高信の居城近くに小さな拠点を設けたのです。そして高信の動向把握に努めました。また柳川の内政にもすぐ対応できるよう、自らのポケットマネーで近隣住民から伝達役を複数人雇いました。そして天正12年1584年、龍造寺軍2万5000と島津有馬連合軍8000がぶつかり合う沖田縄手の戦いが起こります。この時直重は運悪く柳川統治の対応中でした。大慌てで最低限の指示を出しているうちに、なんと総大将である高信が劣勢の自軍の士気を高めようとして戦地の真っ只中へ向かっているという情報が届きます。直重は顔面蒼白になりながら必死で戦場に向かいました。高信の異名は肥前の熊。それは野心家というだけでなく体型をも表したもので、馬に乗れず家臣6人がかりで担ぐカゴに乗って戦場を移動するほどの肥満体型だったのです。そもそも大将は本陣でどんと構えるもの、その上軽快に移動できないともなれば、高信の判断にはリスクしかありません。どうにか間に合ってくれと祈りながら脳をかけていると、血気にあふれた敵兵を見かけました。その目線の先には高信が乗るカゴがあります。直重は無我夢中で高信とその近衛兵のもとへ馬を走らせます。到着するや否や誰よりも先に叫びました。殿をお守りしろ。鬼の形相で敵を指さす直重の迫力に誰もがうなずくしかありません。近衛兵たちは有馬島津の一個体の足止めにかかり、そのほとんどが命を落としてしまいました。しかしそのおかげで高信は無事本陣へと帰参することができたのです。直重に対し戦場に来るなと命令していた高信は激怒しました。それに対し直重は平伏します。我が使命は殿そして龍造寺家を守ることにございます。この先も変わりませぬ。しかし殿が私を不要とするのでしたら、どうぞこの場でお切り捨てください。これを聞いた家臣団の空気が張り詰めます。すでに戦いは劣勢、直重があと少し遅れて到着していたら高信すら討ち取られていたかもしれないことを彼らは分かっていました。
鷹信はしばし押し黙っていましたが、やがて肩の力を抜きました。直重よ、無礼を許せ。こたびの参陣見事であった。この戦いまだ勝機はあるか、お任せを。こうして龍造寺氏の反撃が始まるのです。3反撃、進撃、そして九州の覇者へ。翌日、龍造寺軍は動きませんでした。対して有馬、島津軍も動かず膠着状態に入ります。縄手とは、田んぼと田んぼの間にある細い道のこと。つまりこの戦場のほとんどがぬかるんだ地面です。龍造寺軍は相手の策略にはまり、泥濘にまで入ってしまい、大打撃を受けたのでした。それでも数ではまだ龍造寺軍が勝っています。ゆえに有馬、島津連合軍は援軍を待っているのでしょう。それを直重は利用しました。敵軍と睨み合う部隊はいわばおとりで、全軍の3分の1と直重の呼びかけで集まった農民たちによるかさ増しの人垣でした。残りは夜のうちに雲仙岳を迂回し、敵陣の横と背後に回り込みます。そして有馬、島津軍の気が緩み、昼食の用意をし始めた時、直重率いる本隊が急襲を仕掛けます。慌てた敵軍はみるみる後退し、例年に追い込まれました。そこを弓や鉄砲隊が狙撃し、一網打尽に成功。敵将の島津家久も捕らえ、見事逆転勝利を収めました。島津家久を人質に取ったことで、龍造寺氏は島津氏に対し降伏を迫り、島津氏は苦渋の決断で受け入れました。そして勢いをつけたまま大友氏を包囲します。もともと龍造寺氏にとってかなり有利な和睦を取り付けていたので、大友総理は降伏。沖田縄手の戦いでは精鋭たちが散ったものの、大友氏を戦わずして傘下に加えることができました。鷹信は一気に九州平定を成し遂げてしまったのです。4人望回復と四国共闘。直重の策によって短期間で九州の覇者となった鷹信は、天下統一のため四国に攻め入ろうとします。これに待ったをかけたのは直重です。直重はまず家中の団結を図るべきだと説きました。大きな野望と猜疑心を併せ持ってしまった鷹信をよく思わない家臣が多くいたためです。沖田縄手で戦った有馬氏も、もともとは鷹信の配下でしたが、島津氏へ寝返った一人でした。そのため今のままではまた離反が起こることは必勝と直重は考えました。鷹信も理解はしたようでしたが、どうすればいいかわからないと首をひねります。直重が提案したことはたった2つでした。一つは、鷹信が以前行っていた過度な粛清を謝罪し、今後はしないと約束すること。もう一つは、ご意見箱の設置です。家臣を大切にするという姿勢を時間をかけて示していくことが第一歩だと直重は伝えました。鷹信は命の恩人である直重の言葉を聞き入れます。ご意見箱に入れられた手紙を読んだり、対立しても和やかにコミュニケーションを取るようにしたことで、鷹信の猜疑心は徐々に薄くなり、家臣たちの鷹信に対する不信感も、もう少し様子見をしてもいいかもしれないという変化を期待するものへと変わっていきました。また直重は意図的に柳川城にいる期間を増やして、自分が不在の時でも鷹信と他の家臣が距離を縮めていけるように工夫しました。しかし悠長に構えすぎてしまい、沖田縄手の戦いから1年後の平成13年1585年に豊臣秀吉が四国征伐に乗り出しました。鷹信は遅れを取るまいと出陣しようとしますが、直重はまたも止めます。ただし今度は
ただ止めたわけではありませんでした。長宗我部に援軍を申し出ましょう。直重は四国勢が劣勢になることと、長宗我部元親が自らは援軍要請をしないと予見し、長宗我部軍が押されてから助け船を出すべきだと考えたのです。高信が長宗我部が勝ったらどうするのか問うと、直重は少し考えて、その時は長宗我部の兵力が回復しないうちに攻め込めばよいかと、と答えました。ほどなくして直重が予想した通り、長宗我部軍は劣勢に立たされます。直重はすかさず使者を送り、傘下に加わるなら援軍を出すし、四国の統治も散脱しないと伝えました。長宗我部元親は悩んだ末、四国を秀吉に取られるよりはマシだと直重の案を飲みました。新生龍造寺軍の初戦となったこの戦いで、高信は長宗我部軍と協力し秀吉軍を押し返します。秀吉は中国の毛利輝元に援軍を頼みますが、輝元は祖父毛利元就の遺言に従い、毛利は天下を望まない、攻め込まれれば迎え撃つが他国を攻撃することはないと、これを拒否します。怒った秀吉は周囲の諫言を無視して、四国攻めが劣勢に傾いたにもかかわらず中国攻めに兵を割いてしまうのです。二頭を追う者は一頭も得ず、どちらも中途半端な軍勢での戦いとなった信長の後継者は無念の中自害しました。四国の長宗我部氏、中国の毛利氏も高信の事実上の参加となりました。こうして直重が望んだ龍造寺家の結束は確かなものとなり、秀吉を倒したことで一気に天下に一番近い大名に躍り出るのです。5、一挙両得ならぬ一戦両得。秀吉に勝利したことで高信は京都入りを果たします。恐ろしいほどトントン拍子に進んだ天下取りに、高信は調子づくかと思いきや、そこはもう歴戦の猛者。秀吉が平定しきれていなかった関東と東北をどうしたものかと、直重と連日作戦会議を行いました。そしてついに決まった方針のもと、高信は関東以北の大名に対して声明を出します。半年後までに龍造寺に従うか天下を争うかを決めよ。従うのなら所領の安堵を約束する。争うのなら総力をもって制圧する。これに反発したのが小田原の北条氏政氏直親子と会津の伊達政宗でした。北条氏は秀吉に対しても非友好的でしたし、伊達政宗は秀吉に協力してはいましたが、天下を狙う野心家でした。高信が示した半年後を待たずに、北条氏と伊達氏は挙兵し、それぞれ進軍を始めました。同盟の話も上がりましたが、お互いに天下を譲る気がなかったため破談となりました。高信はまず手前側の北条軍と戦います。10万もの兵力で潰しにかかり、ものの3ヶ月で北条氏は降伏しました。そして高信は諸大名に向け続けて勧告しました。もうすぐ期限の半年である。北条の二の舞になりたくなければ、我らと共に伊達を討つべく挙兵せよ。この声明一つで伊達軍は孤立無援、四面楚歌となりました。野心に燃える伊達政宗も日本全国を相手取ることは無謀だと判断し、進軍をやめて傘下に入る意思を表明します。これも直重の作戦でした。北条と伊達のどちらかを倒し、残った一方を攻めなければもろともに滅ぼすと示すことで降伏を余儀なくさせるのです。これにより1回の戦いで2つの軍を下すことができました。こうして龍造寺家は九州でも本州でも余計な戦をせずに領土を広げ、異常な速さで天下を統一したのです。天正16年1588年、高信は朝廷より官位を授かることとなります。
太政大臣、関白、征夷大将軍の中から高信が選んだのは征夷大将軍でした。こうして雄三寺幕府が始まったのです。6、統一すべきは天下のみにあらず。沖田縄手の戦いで九州を平定してからたった5年で日本全土を治めることになった高信ですが、問題は山積みでした。田んぼや米を測る単位は地域ごとに異なっていましたし、関東以北の風土のことは全く知りません。さらには北条や伊達が寝首をかいてくる可能性も往々にしてありました。そこで直重の出番です。武勇にも優れ軍師としても有能な直重は、なんと内政においても頭一つ抜けていたのです。まずは田畑の大きさや米の量を正確に比較するため、全国共通の尺とマスを作りました。続いてそれを各地に配り計測を始めます。考案者である直重から名を取り、鍋島検地と呼ばれました。また高信や直重、重臣たちは交代で様々な地方に赴きました。検地の様子を見つつ、現地の武将や住民にその土地ならではの作物や料理などを教えてもらい、記録をつけて共有しました。今でいう出張です。その際、九州平定以降も龍蔵寺家にある御意見箱も設置しました。大名屋敷だけでなく町内にも設置し、1から2ヶ月に1度の頻度で龍蔵寺家に届けさせました。届けたものには農民であっても謝礼が支払われ、将軍家に伝えたいことを直談判できる機会にもなりました。集められた意見書は家臣たちがすべて目を通し、重要度に応じて分けられ、高信は極力そのすべてに目を通すように努めました。そして緊急度や重要度に応じて関係者と会議を開き、民や諸大名の不満をいち早く的確に解消していきます。こうした誠実な統治により、高信の人望やカリスマ性は揺るぎないものとなりました。高信は自らの成功がすべて直重の力あってこそと深く感謝し、鍋島家に大きな権限を与えようとします。誰もが羨む幕府のナンバー2のポジションですが、直重は丁重に辞退しました。龍蔵寺家を天下の座に押し上げた影の実力者だった直重は、あくまで事実上にこだわったのです。こたびの件、恐悦至極にございます。されど特定の人物への優遇は圧力を生むものです。それに私は私の考えを申し上げたまで、すべては殿のご決断あってこそで、私の手柄などではございません。高信は直重の謙虚な姿勢に感動し、他の家臣や大名、嫡男の正家とその家族に、直重こそ忠臣、己が格あれるよう精進すべし、また格あるものを重用するべしと亡くなる直前まで説きました。7、一人じゃない。天下に太平がもたらされ、ご意見箱に感謝の手紙が多く入れられるようになった頃、高信は直重に向けてぽつりと弱音をこぼしました。お主が沖田縄手の戦いでわしと正面から向き合ってくれていなければ、わしは誰の意見も聞き入れようとせず戦いの中で散ったことじゃろう。感謝しておるぞ。猜疑心に飲まれ、あわや討ち死にする運命にさらされた若き日の高信、しかし自分の言葉を受け止めてくれた直重を信じ、家臣に心を開き、市井の人々の声に耳を傾けた結果、高信は慕われるようになったのです。直重は穏やかに微笑み、こう返しました。お礼を申し上げるべきなのは私です。ありのままのお気持ちをお聞かせくださりありがとうございます。私の声を聞き入れてくださって嬉しゅうございました。固い絆で結ばれた二人は、その後もより良い統治を目指して日々政務に当たります。そして慶長11年、
1606年の夏に高信が、冬に後を追うように直重が、共に病で亡くなりました。高信は享年77歳、直重は享年68歳でした。二人の死後、将軍は竜蔵寺正家が継ぎ、直重の長男勝重も父に負けず劣らずの手腕を発揮します。高信と直重の死の直後に起きた徳川の乱や、キリスト教の宣教師の来訪とキリスト教信者による暴動など、大きな事件はいくつか起こりましたが、その度に将軍家一丸となって解決に尽力しました。まずは話し合う、これが竜蔵寺幕府の基盤となり、その後250年にわたり竜蔵寺幕府は栄えていくこととなるのです。8. まとめ、いかがだったでしょうか。史実では還元を聞かなかった結果、討ち死にしてしまった竜蔵寺高信ですが、自ら遠ざけてしまった家臣鍋島直重の嘘偽りない忠義を目の当たりにしたのなら、きっともう一度人を信じてみたいと考えるのではないかと思いました。そして直重も高信と家臣の団結を望んでいたはずです。一度人を信じられなくなった高信だからこそ、異なる意見を取り入れることの難しさを誰よりも理解し、そして何よりも大切にして天下を治める未来もあったのではないかと思うのです。そうなっていたら高信の異名は肥前の熊から肥前の恵比寿様に変わっていたかもしれませんね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの分配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。